古谷恵さんは埼玉県朝霞市の女子プロ野球選手。長身から投げ下ろす角度のあるストレートが武器。現在は177センチメートル。ポジションは投手。朝霞市立第七小学校時代に兄の影響で野球を始め、1年生の時は軟式だったが、3年生の時に公式に転校。身長が高かったためバレーボールの誘いもあった。 朝霞市立朝霞第大二中学校時代は、富士ミリトルシニアで、プレーとして活躍した。高校は地元を離れ、女子野球部のある、福知山整備高等学校へ進学。卒業後、女子プロ野球、東北レイヤーに所属し1年目からエースとして活躍。憧れの選手は、北海道日本ハムファイターズの大谷翔平で、女、大家を目指している。2017年から、 兵庫ディオーネを経て、同年7月に京都フローラに移籍した。2018年10月に、スポーツフィールドプレゼンツ月間 MVP9 月度で、投手部門を初受賞した。2019年から埼玉アストライアに移籍。2019年6月21日の愛知ディオーネ戦で、プロ通算100奪三振を達成。2020年限りで、女子プロ野球を退団。 2021年からは、淡路ブレーボーションズでプレイする。ありがとうございます。